今回オートザム販売店より発売されます AZ-1 は趣味性、楽しさを追求したエキサイティングマイクロクーペを商品コンセプトに開発しました。このビデオでは AZ-1 の車両概要とエンジン、シャシー、駆動、ボディ電装の構造作動および整備上のポイントについて紹介します。エンジンは4サイクル水冷3気筒、総排気量 657cc の F6A 型 DOHC ターボ仕様のみの設定となっています。駆動方式はリアミッドシップ、エンジン横置きのリアドライブ方式となっています。トランスアクスルは前進5段のメカニカルのみの設定となっています。ブレーキは四輪ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を確保しています。リアはパーキングブレーキを内蔵したディスクブレーキを採用しています。なお ABS はメーカーオプションとして設定しています。AZ-1 は軽自動車では初めてガルウィングドアとガラスキャノピタイプのキャビンが採用されています。また国産車では初めてのオールプラスチックボディの採用など、斬新な個性とインパクトを持った遊び心いっぱいのスタイルになっています。ツーシーターリアミッドシップレイアウトとクイックレシオステアリングによりエキサイティングな走りとシャープな運動性能を実現しています。インストルメントパネルはシンプルで機能的なデザインに仕上げ、スポーティーなイメージを演出しています。プラスチック製一体型バケットシートを採用し、高いフィット性とホール性を実現しています。エンジンは4サイクル水冷3気筒、総排気量 657cc の F6A 型 DOHC ターボ仕様。最高出力はエンジン回転数 6500rpm 時64馬力。最大トルクはエンジン回転数 4000rpm 時 8.7kgm となっています。バルブ機構は各気筒の給排気バルブを2個ずつ使用した4バルブ仕様を採用し、給排気効率の向上を図っています。またロッカーアームの支点となるピボットには HVLA すなわちハイドロリックバルブラッシュアジャスターを使用して、バルブクリアランスを自動調整することによりメンテナンスフリー化とタペット音の軽減を図っています。それでは HVLA の構造作動について説明しましょう。 HVLA はご覧のようにロッカーアームの支点となる位置に取り付けられており、プランジャー、ボディ、チェックボール、
及び各スプリングより構成されています。作動はカムシャフトがロッカーアームを押し始めるとプランジャー A 室の圧力が上昇するためプランジャーは固定されます。したがってロッカーアームはプランジャーを支点にバルブを押し開きます。カムシャフトのカム部が遠ざかっていくとプランジャーはスプリングにより押し上げられます。この時 A 室の容積が増えるため B 室よりオイルがチェックボールを押し開き流入します。このようにして常にロッカーアームとプランジャーの隙間をゼロに保ちます。エンジンの冷却は水冷式でラジエーターをフロントに配置し電動式クーリングファンを採用しています。タイミングベルトの脱着はエンジンを車両より取り外した状態で行います。タイミングベルトを取り外す際は第一気筒を圧縮上支点にします。そうすることによりクランクタイミングプーリーのポンチマークとオイルポンプのタイミングマーク、インテークおよびエキゾーストのカムシャフトプーリーのタイミングマークとインサイドカバーのタイミングマークが合います。そしてまずテンショナーを外します。次にタイミングベルトを取り外します。なお、タイミングベルトを取り外したときは、クランクシャフトを回さないようにしてください。タイミングベルトを取り付けるときは、まずテンショナーを仮付けします。そして、各タイミングマークが合っていることを確認します。次にベルトの矢印をエンジンの回転方向に向け右方向に緩みができないようベルトを取り付けます。そしてテンショナースプリングを取り付けます。クランクシャフトを右方向に2回転させベルトの緩みを取り除きます。そしてタイミングマークがそれぞれ合っていることを確認し、テンショナーをご覧の規定トルクで締め付けます。
冷却水の交換は、まずリザーバタンクのキャップを取り外します。次にラジエータードレーンプラグを開けて冷却水を抜き取ります。冷却水の注入およびエア抜きはラジエーター上面のエア抜きプラグを緩め、レベルホースを引き出し、ホースをいっぱいに立て、リザーバタンクのフルレベル位置と同じ高さにします。ホースから冷却水がこぼれるまで、リザーバータンクより冷却水を注入します。ホースより冷却水がこぼれ出たところで、リザーバータンクのキャップ、およびラジエーターのエア抜きプラグを締め付けます。エンジンを一旦暖気し、冷却後、リザーバータンク内の冷却水の量を確認します。不足している場合は冷却水を補充します。再びエンジンを暖気して、冷却後、リザーバータンク内の冷却水の量を点検します。この時、冷却水レベルに変化がなければ、エア抜きは終了です。エンジン制御につきましては、吸気系、燃料系、制御系について説明します。吸入空気の流れに従って構成部品を確認しますと、エアークリーナーでろ過された空気はターボチャージャーによって加圧されます。加圧された空気はインタークーラーによって冷却され、スロットルボディを通り、サージタンクに導かれ、各気筒のインテークマニホールドに分配されます。それでは、吸気系の構成部品について、個々に説明しましょう。スロットルボディには、スロットルバルブの回路を検出するスロットルセンサーや、アイドリング回転数を調整するアイドルアジャストスクリューが設けられています。ターボチャージャーは排気エネルギーを利用してエンジンの出力向上を図ります。構成は排気エネルギーによって回転力を得るタービンホイール部と、同軸上に吸入空気を加給するコンプレッサホイール部および加給圧を制御するウエストゲートバルブとなっています。コンプレッサハウジング内の加給圧が設定値以上になると、アクチュエーターのダイヤフラムが加給圧によって右側に押されます。したがって、ロッドを介してウエストゲートバルブが開き、排気ガスを途中で逃がします。その結果、タービンホイールに導かれる排気ガスが減少し、下級圧が下がります。
なお、ウエストゲートバルブの作動圧は 0.9kgF パー平方センチとなっています。燃料系はフューエルタンク。フューエルフィルター。インジェクター。プレッシャーレギュレーター。パルセーションダンパより構成されています。フューエルタンク内の燃料はフューエルポンプによって吸い上げられ、フューエルインジェクターに送られます。なお、インジェクターにかかる年圧は、プレッシャーレギュレーターによって 2.2kgF パー平方センチメートルに調整され、余剰燃料はフューエルリターンパイプを通り、タンクに戻されます。制御系はエンジンおよび走行状態に関するデータを ECM、 つまりエンジンコントロールモジュールが各種センサーにより検出し、各アクチュエーターを制御します。各センサーにはクランク角センサー、プレッシャーセンサー、スロットルセンサー、水温センサー、吸気温センサーなどがあります。それでは ECM の主な制御内容であるアイドル回転数制御、燃料噴射制御、フューエルポンプ制御、点火時期制御などについて説明しましょう。ISC ソレノイドバルブは、ECM の信号によってスロットルバルブをバイパスするエア量を調整して、アイドリング回転数を目標値に保ちます。ECM はスロットル回路、冷却水温度、エアコン信号などの電気負荷信号を検出して目標回転数になるよう ISC に信号を送ります。 ISC は ECM のデューティー信号により一定周期で開閉しており、オン時間が長くなるほどバイパスエア量が多くなります。燃料噴射制御はエンジン回転数とマニホールド負圧によって吸入、エア量を算出し、基本噴射量を決定するスピードデンシティ方式を採用しています。また、走行状態や冷却水温度などに応じて、基本噴射量にご覧のような各種補正を加え、走行性や燃費の向上を図ります。噴射タイミングはエンジンの回転信号、すなわちクランク角センサーの信号に同期して3個のインジェクターを同時に噴射する全気筒同時噴射方式を採用しています。なお、エンジン始動時はエンジン2回転に3回全気筒同時に噴射を行い、始動性の向上を図ります。イグニッションスイッチをオンの位置にすると、フューエルポンプリレーのアースが ECM によって約5秒間成立するため、フューエルポンプが回転します。またクランク角センサーより ECM に回転信号が入力されている間は、同じようにフューエルポンプリレーのアースが成立し、フューエルポンプは回転し続けます。点火時期はクランク角センサー、プレッシャーセンサー、
水温センサーの信号に基づいて ECM によって制御されるエレクトロニックスパークアドバンスを採用しています。なお、ご覧のように1の各項目すべてと2、3のいずれかの条件が成立したとき、点火時期は BTDC の5度に固定されます。モニターカプラーの端子はご覧のようになっています。アイドリング回転数の点検調整はモニターカプラーの D 端子と C 端子を短絡させます。次に回転計をノイズフィルター部のカプラー赤緑端子に接続し、回転数がご覧の規定値であることを確認します。規定値を外れている場合はアイドルアジャストスクリューで調整します。点火時期の調整はエンジンが十分暖気された状態でアイドリング回転数が規定値であることを確認し、イニシャル点火時期を点検します。点火時期が規定値より狂っている場合はディストリビューター本体を回して調整します。CO 調整を行う場合はまずエンジンが完全暖気状態でアイドリング回転数および点火時期が規定値であることを確認した後、モニターカプラー A 端子、D 端子、C 端子を短絡します。次に E 端子と C 端子間に電圧計を接続します。電圧計の指示値が 7.5 から 8.5 ボルトであれば正常です。規定値を外れている場合は CO 濃度が規定値になるように CO レジスターを交換します。なお CO レジスターは8種類あり、レジスターを交換することで CO 濃度がご覧のように変化します。エアコン用アイドルアップは専用のバキュームスイッチバルブで行っています。エアコン使用時のアイドルアップの機能点検はアイドリング調整と同じようにモニターカプラーの D 端子と C 端子を短絡させ、E 端子と C 端子間に電圧計を接続します。エアコンスイッチをオンにした状態でエアコンアイドルアジャストバキュームソレノイドバルブのアジャストスクリューを回して、電圧計の指示値が5から6ボルトになるよう調整します。電圧計の取り付けはフューエルポンプリレーのカプラを取り外した後、エンジンが停止するまで放置します。このようにフューエルラインの電圧を下げた状態でフューエルフィルターとデリバリーパイプ間に電圧計を取り付けます。
フューエルポンプリレーにカプラを取り付け、イグニッションスイッチオン状態の年圧を測定します。この時の年圧が 2.0 から 2.4kgF パー平方センチメートルであれば正常です。ECM は各センサーからの入力信号に異常が発生した場合、異常内容を知らせる自己診断機能を備えています。サービスコードの読み取りはダイアグノーシスモニターカプラー部の A 端子 C 端子を短絡します。次にご覧のように B 端子 C 端子間に電圧計を接続します。サービスコードは指針の触れで読み取ります。例えばシステムに異常がない場合はコード12を示しますが、この場合 0.5V の電圧を 0.3 秒間出力した後1秒間休んで再び 0.3 秒間隔で2回触れます。なお、各サービスコードと診断項目はご覧のようになっています。ステアリングはラック&ピニオン式を採用し、メカニカルのみの設定となっています。ブレーキはフロントに12インチソリッドディスク、リアに13インチソリッドディスクを装着した4輪ディスクブレーキを採用しています。リアブレーキはオートアジャスト機構付き、パーキングブレーキを内蔵しています。また、4WABS はメーカーオプションとして設定されています。4WABS はハイドロリックユニット。ABS リレー。ABS コントロールユニット、および各 ABS ホイールスピードセンサーなどで構成され、4センサー3チャンネル方式を採用しています。ABS の電気系に不具合が発生した場合、ABS コントロールユニットはワーニングランプを点灯させます。故障診断を行う場合は、チェックコネクター部でサービスコードを点検します。なお、チェックコネクターの端子はご覧のようになっております。サービスコードを表示するときは、ABS コントロールユニットのチェックコネクタ TBS 端子と GND 端子をリード線で接続します。過去故障については、ワーニングランプの点滅状態でその内容を知ることができます。しかし、現在故障は
ワーニングランプが点灯したままとなり、点滅による故障コードの読み取りができないため、チェックコネクターの FBS 端子に電圧計を接続します。サービスコードの表示は、ご覧のように10の位は長く、1の位は短く振れます。したがって、この場合のサービスコードは15となります。故障箇所の修理が終了したら、必ずメモリーの消去を行ってください。消去は次のように行います。まず、チェックコネクターの TBS 端子と GND 端子を短絡します。次に、イグニッションスイッチをオンにすると、メモリーされているサービスコードをすべて表示します。表示させた状態でブレーキペダルを1秒以内の間隔で10回踏むとサービスコードが消去されます。最後にサービスコードが消去されたことを確認します。フロントサスペンションはストラット式独立懸架方式を採用しています。また、サスペンションアームはストラットバー兼用のスタビライザーを装備してロール剛性の向上を図っています。等調整はタイロッドの長さを変えることによって行います。調整は左右のタイロッドを同じ量だけ回転させ規定値に合わせます。リアサスペンションもストラット式独立懸架方式を採用しています。またサスペンションアームはリアスタビライザーを装備してロール剛性を高めています。等調整はコントロールロッドの長さを変えることによって行います。左右のコントロールロッドを同じ量だけ回転させ規定値に合わせます。ボディは光合成モノコックボディに錆止め用の電着塗装を施しています。また外板はすべてプラスチック製でトルクスネジで取り付けられています。それではボディパネルが組み付けられる過程を生産ラインで紹介しましょう。ドアは2箇所のヒンジによって取り付けられます。次にドアガラスの取り付けについて紹介しましょう。ドアガラスはご覧のようにアッパーガラス、
ロアガラスともドアパネルに対して接着タイプとなっています。各ボディパネルの組み付けをフロントフェンダーから順を追ってご覧ください。メインフューズはエンジンルーム内のメインフューズブロックに取り付けられ、各フューズの使用及び接続先はご覧のようになっています。なお、フューズボックスは運転席側足元に取り付けられています。フラッシャーユニット、リアデフロスタータイマーユニット、リアデフロスターリレー、ホーンリレーはご覧の位置に取り付けられています。以上、AZ-1 の構造と整備について、主に新機構や整備上のポイントについて説明しましたが、詳しくは AZ-1 の整備書及び新型車の紹介をご覧いただき、お客様にご満足いただけるサービスをぜひお願いします。